6月29日12時35分を少し回りました。ここはイギリスはウィルトシャー州デバイセスの上空です。今年に入ってすでにこの近辺で30数個のサークルが発見されています。昨日もまた新しいサークルが発見されました。早速これからそれを上空から見てみたいと思います。これは大きいですね。相当大きさがあります。長さにして何十メートルという単位の長さのサークルのようです。バーベル型の片側小さいサークルの上に半円リングが半分だけついている状態になっています。非常に綺麗な形ができてますね。またこれもトラムラインとは平行ではありません。ただ上から見るとどこかへ進めという矢印にも見えるような、そんな感じのするサークルです。まだ新しいせいか中心部は人が入っていない様子で荒らされていません。非常に綺麗です。何かの手違いで我々の知らないもう一つ別の世界を覗いてしまうことがある。決して開かれることのなかった扉が開かれて怪奇現象の世界を垣間見てしまうことが。ますますその謎が深まるミステリーサークル。取材班は24時間体制でその出現を追跡した。そしてカメラの前に突如飛行物体が出現した。果たしてサークルは知的生物が作ったのか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今年のミステリーサークル、そして去年のミステリーサークルの違いをご覧いただきましょう。1990年、この年出現したミステリーサークルにはその形状に大きな変化が見られた。これまでのような円形のパターンだけではなく、奇妙な曲線や三角四角、さらには巨大なピクトグラム、つまりさまざまな形が複雑に組み合わされた古代絵文字型のものまでが現れたのである。そして今年1991年の夏、イギリス南西部は天候が不順で寒さが続き、サークルの出現は例年よりも遅かった。出現したサークルの数はおよそ200。オーソドックスな円形をベースにしたものとともに、去年よりもさらに複雑で奇妙な形状のものが次々に出現したのである。このように背後に何らかの知性を感じさせる、ほとんど絵画と呼べるようなものが現れたのだ。このようなサークルにかかるエネルギー、つまり年々複雑化してきているこのサークルを作り出しているエネルギーは、私たちの理解を超えたものであると私は強く信じています。そしてこのエネルギーは高度の知能によって操られていると思います。この現象は明らかに進化しているのです。何かとてつもなく大きなもの、大変重要なことに向かって前進し発達し続けています。ミステリーサークルがもし知的生物が作ったものであるとするならば、この幾何学模様は果たして何を意味するのであろうか。去年特徴的だった鍵型のサークルは今年も現れた。さらに今年は円の中が花のようになった花型が数種類、奇妙な曲線を持つカタツムリ型、これは10種類近く出現した。サインらしきものがついた人型といった具象的な形状のサークルまで出現している。一言で言えば驚き、
私といえども、これはいたずらか、あるいは悪魔の仕業か、思いたくなりますけどね。しかし現地の中に入ってみると、いろいろ科学的にできる根拠っていうのはやっぱりありますから。サークルというのは、サークルを作るための渦によって形成されるんです。では何がその渦を作り出しているんでしょう。渦はとても勢いのあるものなので、その勢いの元となるエネルギーが必要なんです。そのエネルギーはウィンドフィールド、言い換えれば流動する空気から発生するんです。今年現れたミステリーサークルのもう一つの新しい形状は、子供のお腹のように中央が膨らんだものである。そして去年の古代絵文字型がさらに複雑になったもの、明らかに文字のような形状を持つものなど、今までにない形が出現したが、最も印象的だったのはバーバリーヒルに出現した全長が100メートルにも及ぶこのサークルである。3つの地域に分けてみます、はい、まずこのマールボローと言われる地域です、はい、ここの地域の形を見てください。複雑ですよね。これに至っちゃ100メートル近い大きなものでございます。丸があり、直線があり、はい、で非常にこれなんかほら見てください、これなんか特徴がありますよ。これなんかいいですか、こういう形で統一されているマールボローの地域、はい、それからちょっと下ります、はい、こちらでございます。ここに書いてあります、アンドーバーと書いてあります。こちらはですね、非常に単純といえば単純ですね。シンプルな丸ですね。丸が中心にした形状です、はい、そしてもう一つ見てください、はい、こちらでございます、はい、ここがね、はい、ウィンチェスター地域。ここの形の複雑さはすごいですね。なんかに見えますよね。今までにこういうね、花のようなものはなかったんですよ、はい、それからこれなんか明らかに人間って言ってもおかしくないでしょ。なんか虫っぽいっていう感じもしますよね。そんな感じがします、はい、こういうふうにですね、3つのブロックに分けてみると地域的に形が違うというのが分かります、うん、さらに我々の取材班2回にわたって訪れております。その模様をご報告したいと思います。イギリス、ウィルトシャーシュ、ここであるプロジェクトが始まろうとしていた。ウィルトシャーシュ、モーガンズヒルという小高い丘がある。この丘の麓でかなり特殊なカメラがセットされようとしていた。このカメラの名前はスカイストーク。夜間の監視用に開発されたもので、赤外線ライト、ワイパー付きの小型カメラを装備していた。完全な暗闇をも見通すことができた。このスカイストークの武器は新式時代のポールである。カメラを先端に取り付けたポールは最大20メートルの高さまで伸ばすことができる。鉄塔とも表現することが可能なこのポールは圧縮空気によって空へ向かって伸びている。無人カメラはこれから2週間、20メートルの高さから下の麦畑を見つめることになる。スカイストークが捉えた映像は500メートル離れたところにあるモーガンズヒルのキャンピングカーにマイクロウェーブで送られる。カメラは上下180度、左右360度回転することができ、リモートコントロールで操作する。丘の最上部では2台の暗視カメラのセッティングが行われていた。このプロジェクトの名前はカメレオン。イギリス国営放送 BBC のスタッフによるミステリーサークル調査プロジェクトである。すべてのカメラは丘の麓の畑に向けられ、15日間徹夜の監視が続く。すべての機材のセッティングが終わり、いよいよ調査がスタートした。複数の目撃者の証言によると、ミステリーサークルは深夜に発生するらしい。そのためにこのカメレオンプロジェクトは夜11時過ぎから監視を開始することになった。このプロジェクトの目的はただ一つ、ミステリーサークル出現の瞬間を映像として捉えることにあるからである。カメレオンプロジェクトのもう一つの新しい武器は超高感度マイクである。カメラで捉えることのできない物体が出現しても、それを音で感知し記録しようというのだ。
一方、ほぼ近接した場所にある通称ツインタワーヒルでは、日本とイギリスの学者が主体となったミステリーサークル調査プロジェクトが6月22日からおよそ2ヶ月の予定で行われていた。日本側の代表者は火の玉の研究で有名な物理学者大月義彦教授である。寒い寒い、こんな寒いとは思わなかった。寒い寒い。他に日本人スタッフとして早稲田大学を中心とした熱意ある学生、そして研究者が多数参加した。広大な畑に囲まれた丘の上なので、電源は発電機に頼ることになる。カメレオンプロジェクト同様、ここもサークル発生地帯を見下ろす絶好の場所にある。361号線の向こうかもこっちかも両側にもうバカバカ出てるんだけどね。ミステリーサークル出現が予想される方角へ向けて暗視カメラがセットされた。このカメラはナイトホークと呼ばれる高感度の監視用暗視カメラだ。10倍のズームレンズがついたこのカメラは、月か星の明かりがあれば撮影が可能だという。もちろんリモコンで操作が可能である。カメラとキャンピングカー内のモニターがケーブルで接続された。果たして科学の目が暗闇の中に何を捉えてくれるのだろうか。麦畑に奇怪な刻印を作り出す犯人はモニターの中に姿を現すであろうか。これはほとんど全ての気象条件を自動観測するものです。もちろん風速、それから風向きですね、それから温度、湿度、こういうもの、それから放射形といいまして、つまりトータルどれくらい太陽光がこの地面に到着したかという。でこれは自動的にこの装置全部を24時間体制で全部ここに記録して、磁気テープに保存して、それで後で解析をすると。その他ですね、我々はそのレーダー で今年の大きな特徴はこのレーダーで監視すると。でミステリーサークルが できる場合には何らかの その大気に異常が起こると、電気的な異常、それから流体的な異常が起こりますから、それをとにかくこのレーダーで捉えると。そういうことでここ1円数キロを全部こうカバーすると、そういうことをやってるわけです。2つのプロジェクトはほとんど隣り合った場所にあり、計3台の暗視カメラ、1台のスカイストークで畑を狙うことになった。大月教授たちはサークルが自然現象によって作られると主張している。つまり風の渦、あるいは電気を帯びたエネルギーの塊プラズマの渦がサークルを作るというのである。確かにサークルが出現する場所で発光物体を目撃する人は多い。ノーフォークシャー州に住むこの女性は去年の夏、寝室の窓から発光物体を見た。夜の12時ごろ、突然オレンジ色の物体がゆっくりと音も出さず空を横切るのが見えました。その光は木の後ろまで行き、そこからナプトンの方向に消えてしまいました。そのオレンジ色の光が飛んでいったナプトンの畑がこれである。そして彼女が発光物体を目撃した次の日の朝、このサークルが発見されたのだった。そしてその10日後にも彼女は巨大な海溝物体を目撃した。その物体は木をざわめかせて回転しながら林の向こうに消えていったのだ。翌朝、その物体が飛び去った方向にある大麦畑でやはりサークルが発見されたのだった。私たちは向こうの農場にトラクターを持っています。息子がそのエンジンをかけようとしても全くかかりませんでした。息子はバッテリーを取り出して見てみました。そのバッテリーは新品だったんです。修理工場に持っていくと、こんな放電しきったバッテリーは見たことがないと言われました。日英合同サークル調査プロジェクトのイギリス側の代表は気象学者のミーデン博士である。彼は気象学の立場からミステリーサークルの調査研究を進めてきた。サークルの出現を待ちながらプロジェクトのスタッフはレーダーや暗視カメラの映像のチェックを怠ることはない。そしてカメラの向けられた方角やモニターとの接触など細心な調整が繰り返される。ほんの数秒カメラの調子が悪くなることで、その瞬間は逃げていってしまうからだ。なんかやっぱり手前側のフィールドが
ある程度入るように。この日暗視カメラは平和な田園風景を映し続けた。調査を始めて6日目の6月27日の夜、レーダーには何の異常も感知されない。雲の形だけがモニターに映し出されている。暗視カメラには時々動き回る光が映し出されて、その度にリモコンを操作するのだが、それは通り過ぎる車であったり風に揺れる街灯だった。しかし異変は突然訪れた。ツインタワーヒルで取材を続けていた木曜スペシャル取材班のカメラが怪しい光を放つ浮遊物体を捉えたのである。細長く湾曲したその発光物体は音もなく飛行し続けた。引いてる。そして同じ夜に大月教授たちも麦畑の上空に不思議な光をカメラで捉えていた。画面下に動いているのは懐中電灯の明かりである。矢印の部分が本題の不思議な光である。ここには道も家も存在しない。果たしてこれら怪しい発光物体の正体は、ミステリーサークルとの関係は。もう4シャープだしね、だいたいこういう形ですか。そう、この回り方もね、よくできた。こんなにくっきりと立ってるもんと寝てるものが差がついちゃうんですか。あの田んぼですと一株がありますね、その一株を半分にピシッと分けるようにね、綺麗ですね。それどころ我々の足元も映りますかね。要するにね、こういう具合にこう、なんていうんですか、こう、藁がこうぐるっと回るんですね。時計回りですか。こういうふうに回るんですよ。そうですね。向こうはきっと逆に。あ、向こうは逆なんですか、ずっと。あ、皆さん行ってみます。あ、本当だ。こっちは今度逆回りになるんですね、これは。これが特徴ですか。こういうこともあるんです。向こうとこっちは逆になる。だいたいあの半々ですけどね、回り方は。その間にこういう道もちゃんとあるんです。これもね、ここ2、3年、新しい現象なんですね。それまでこういうものはなかったんですよね。なかった。チャンネルと言ってるんですよね。チャンネル、これはサークルと、これはチャンネルと。これがこの 2,3 年現れてる、ね。しかし今年あたりの現れ方、先ほどのご覧に入れましたが、実に複雑になったわけですよ。花びらみたいになって。そうですね。先生は実際現場にお立ちになって、まず感じたら何ですか、匂いですか、それともこのなんか焦げてるとか焦げてないとか。いや、あのこうしなってるようなものはあるんですけどね、あの実際そのまあ、あのバーンとこう燃えるようなものはありませんけれども、枯れてはいない。枯れているのもあります。それから何しろ青い麦ですとしなびちゃうっていうことはあるんですね。なんかあのそうですね、ヘアドライヤーのようなものでこう植物をあの当てたようにね、根っこを当てたように、なるんですね。例えばそれがこう中に入ったらいきなり放射性の何かこうとか、そういうこと。それはね、あの UFO の人たちはそういうことあると言ってますが、我々はあのまだ確認してませんけどね。なるほど。我々最初に入って見るときはやっぱり縁なんですよ。縁が非常にシャープですよね。台風のような風の流れだとベーッとこのようになるわけですよね。非常にシャープですね。それではですね、はい、その後の
この調査の模様と、うん、そしてなんと、はい、そのミステリーサークルが出現した瞬間を見た人がいるんですって、うん、その方の証言を取ってきました、はい、どうぞご覧ください日英合同サークル調査プロジェクトが調査を始めて5日が経ったが、まだカメラを設置した場所にミステリーサークルは出現していない。数キロをカバーする気象用レーダーにも異変の兆しはなかった。BBC のスタッフによるカメレオンプロジェクトの方も事態は同じであった。まだ現れぬミステリーサークルを待ちながら念入りにカメラの調整が行われている。サークルが出現するほんの数秒間を捉えるためにスタッフはモニターを凝視し続けている。あとはサークルの出現を待つばかりである。一方、両プロジェクトの進行中、我々取材班はようやくのことでミステリーサークルに密接に関わる奇妙な物体の目撃者を探し出すことに成功した。そのうちの一人がこの女性、リタ・ブールドさんである。彼女は1990年7月12日オルトン・バーンズの丘の上に空から筒状の霧の柱のようなものが降りてくるのを目撃したという。その山のあたり一面が白い光に包まれましたが、その光は畑の方までは届きませんでした。その光は山の1メートルぐらい上まで降りてくるとハンガーのようにパッと広がったんです。そしてバラバラに分かれて空中にいろいろな模様を描き出しました。それはまるで電気的な感じでした。そして全部丘に沈んでいきました。彼女の証言によると、このように空から降りてきた筒状の霧の柱は光を発しながら急に横に広がり、その後丘の向こうに沈んでいったのである。そしてその丘の向こうにある白ペンヒルで翌日サークルが発見されたのだった。光が沈んでいった場所に出現したサークル、それがこのサークルである。目撃者はさらに現れた。夜の12時か12時半ごろ、マルボローダウンのあたりを車で走っていたんですけど、その時大きな光を見たんです。その光はくねくねと曲がりながら降りてきたんです。まっすぐじゃなくてこんな感じで、まるで光のチューブのようでした。そしてその光は突然消えたんです。そして地面に四角形の輝きが残ったんです。その光は 2,3 秒で消えてしまいました。この絵のように黄色がかった白色の光のチューブが地面と接触し、四角形のまばゆい光を発した後、
2、3秒で消えていったという。そして次の日にマルボローダウンのバーバリーヒルでサークルが発見されたわけです。彼が光のチューブを目撃した方向にあるバーバリーヒルで発見されたサークルがこれである。全長およそ100メートル、正確な設計図を元に描かれたような美しい形、直線と曲線の巧妙な配置、このサークルの背後に知性の存在をどうしても想像してしまう。しかし今や科学者の間ではミステリーサークルを自然現象として見るのが主流になっている。科学者は今紹介した目撃者が見た光の柱を自然現象と考える。中でも最も有力なのがプラズマの渦が麦畑に接触することによってサークルができるとするプラズマ説である。そのプラズマ説を代表する一人がテレンス・ミーデン博士である。この調査を始めて12年になりますが、結論はサークルはプラズマ渦によって作られているということです。大気中に空気の渦ができ、電波などの作用でプラズマが発生する。サークルはそのプラズマの接触跡だという。つまり一種のエネルギー体であるプラズマがこのように漂ってサークルを作るという。そのプラズマはどのような形をしているのだろうか。同じくプラズマ説を取る大槻教授は、今のところ分かっているのは、計算上きちっと計算されているのは球形とそれから円筒形、これについてはちゃんとしたソリューション解がね、計算の結果が出てると、そういうわけです。その他の複雑なものについてはまだ出てないと。彼らの説によるとUFO と呼ばれるこのような物体もプラズマ現象であり、これらが地上と接触すればサークルが作られるというのだ。だがこのプラズマ説に対しては様々な反論がある。例えばこのような複雑なサークルがプラズマで作ることが可能なのかという疑問である。サークルには知的なものが関わっているとするコーリー・アンドリュースはこう言っている。私はプラズマが現在見ることのできるサークルを作っているとは思えません。複雑なパターンのサークルについてプラズマでは説明できないのです。いろいろな付属物、つまり直線や箱型やトゲや指や爪の形などのついた複雑なサークルの説明はできません。これら複雑なパターンのサークルは動き回る渦、つまりボーテックスが異常な作用をした結果生まれたものだということです。地面と接する際に失敗したためなんです。普通の状態を逸脱したボーテックスが爆発して、このような美しいパターンの数々を我々に見せてくれるというわけなんです。理論的には大きな円と小さな4つの円からなるサークル、いわゆるボノベ状サークルは説明できるという。他は全てこのサークルの変形だというのだ。この鍵型のサークルもボノベ状サークルが変形したものだという。つまり4つの小さな円を作るはずの渦が鍵型と小円を作ったという。 And that discharging, impacting, プラズマが生きた植物と接すれば必ず植物が焼けるはずで、焦げたりした熱の跡が残るはずです。ところが熱の痕跡は全くありません。確かにこれまでのサークルには熱による作用の跡は全く見られません。ですから私たちはプラズマ渦は冷たいプラズマによるものだという説を唱えているわけです。熱いプラズマ渦は関係していないのです。さらにサークルは常に畑の区画内に出現し、
その外にはみ出ることはない。もしこれが自然現象であるとするなら、外にはみ出したサークルが存在するはずだが。ご存知のようにイギリスの畑には縦横にトラクターの道が走っています。こうしたトラクターの道の存在が地球の電波に影響をもたらしてプラズマ渦を畑に呼び込んでいるんです。ですから一見知能によって作られたように見えますが、実は全て物理学的に説明できるものなんです。プラズマ説以外にも自然現象によってサークルができるとする人たちがいる。高知大学で物理学を担当している菊池先生もその一人である。菊池先生が提唱するのはナノバースト説である。大気中の渦はかなり複雑な動きをしているらしい。菊池先生の分析によると、複雑な形のサークルはその渦によって作られるという。その渦がその垂直の渦ではなくてその水平の渦であるというところに要点があるわけで、その水平の渦がどういうふうに動くかによっていろんなパターンが可能であるというふうに考えています。大気中の暖かい空気を冷たい空気が押し上げ、ナノバースト、つまり小さな竜巻が発生する。その後一旦押し上げられた暖かい空気が今度は冷たい空気を押さえつけるように下がってくる。この時まっすぐだったナノバーストが押し曲げられて変形し、そのまま回転を続けてこのような円形根を残す。これが円形サークルである。そして押し曲げられたナノバーストが途中で2つに折れ、横倒しになったものが回転を続けると四角いサークルができるのである。プラズマ、そしてナノバーストなど自然現象に関連して興味深いこんな目撃談がある。サリー州ギルフォードに住むトムリンソン夫妻は去年の5月17日まさにサークル出現の瞬間を目撃したのだ。その日の9時、自宅近くの麦畑で2人はおかしな風が吹いているのに気づいた。その風は丘の方からやってきたかと思うと回転するのが見えました。その風は薄い霧のような状態だったので動きが見えたんです。ただの風とはちょっと違っていました。ええ、普通の風とは違って目に見えたんです。そのうちに小さな渦巻きが、つまり小さいつむじ風がいくつか現れたのに気づきました。そしてそれは麦畑の端に沿って麦を巻き込むようにしながら押し倒して進み始めたんです。まるで追いかけっこをするように時計とは反対の方向に回転し、互いにぶつかり合いながら麦を倒していったんです。そうするうちにサークルがとても鋭く描き出されていました。丘から吹いてきた霧のような風が木立のところで U ターンして後から吹いてきた風とぶつかり、渦を巻くように回転しながら2人を包み込んだ。その渦からたくさんの小さな渦が生まれて、それぞれ回転しながら一つの円形根を作った。そこから飛び出した渦がジグザグに進みながら回転を続け、もう一つのサークルを作り上げた。この間およそ5分から7分であったという。その風の渦は麦の間にこうやって入っていって、こんな風に麦を回転させて地面に押し倒したという感じです。風はすごく重みを持っていたのであちらこちらに振り回されました。その間私たちは体がチクチクするような感じがしました。
本当に体中に感じたんです。そして主人の方を振り向くと髪が完全に逆立っていました。風の音がとてもすごくて私の耳の中がパチンと弾けてしまいました。しばらく何も聞こえないくらいでした。今でもその時の後遺症で耳が痛むんです。モーガンズヒルの麓で麦畑を監視するスカイストーク。 BBC のスタッフによるカメレオンプロジェクトは6月27日の夜を迎えていた。いつもの夜と同じように監視モニターのチェックが続く。単調な映像を眺め続けるという根気のいる仕事だ。午後11時20分スカイストークには麦畑がそのトラムラインまではっきりと映し出されている。やがて夜は深まり街の明かりも見えなくなった。午前3時、突然濃い霧が発生した。モニターに映し出されていた麦畑は白く霞み出しやがて何も見えなくなった。一夜明けて6月28日の朝6時半になると、あれほど深かった霧が晴れてきた。3時頃には見えなかったカメラのそばの木はもちろん、遠くの丘まではっきり映し出された。そして麦畑の中に奇妙なものが見えてきたのだ。はじめそれは畑の中にできた小さな傷の。監視していた畑にサークルが出現した。木曜スペシャル取材班は急いでカメレオンのスタッフが待つキャンピングカーへ向かった。私たちはいつも早朝双眼鏡で何か見落としたものがあるんじゃないかと周りの畑を肉眼で見ているんです。そしてあそこにある2つのサークルを発見したんです。果たしてスカイストークの赤外線カメラはサークルが出現する瞬間を捉えているであろうか。早速キャンピングカーで収録されたビデオを見ることになった。夜間の監視ではサークルの出現は確認できなかった。しかし何らかの痕跡がかすかにでも録画されている可能性はあるのだ。スタッフは固唾を飲んでその映像に見入った。スカイストークが映し出した映像は霧に包まれた麦畑だった。これでは空から物体が舞い降りてもましてや人間が畑に入り込んでも何も映るはずはなかった。それでは同じ畑を狙っていた暗視カメラはどうだっただろう。しかしこちらも霧のためにその役目を果たせなかった。早速問題のサークルを調査することになった。スカイストークが設置されている場所から100メートルほどしか離れていない。2つ出現したサークルのうち大きい方は巨大で荒々しいシンプルな円形に短いトンネルが付属しているように見えた。倒れた麦が激しく渦巻いている。上から見ると大きな円と小さな円がトンネルで結ばれている、いわゆるダンベル型であることが判明したのだった。もう一つのサークルは小さな円形が2つ接した状態で出現していた。美しい渦がはっきりと見て取れる。やがて知らせを聞いた大月教授とミーデン博士が駆けつけてきて2人の調査が始まった。偽物という可能性も考えられるのだ。 But when we came here,
私たちがやってきた時、サークルは完全な状態を保っていました。畑の中に足跡がなかったのです。丘の上の調査団の機材が人間の侵入を防いでくれていました。このサークルが本物であるということに対して疑いの余地はありません。このサークルは本物の持つ特徴を全て備えています。いや、本物ですね。絶対に本物です。例えばね、これずっとこういくでしょ。でね、その流れがね、こういうふうに変わってるんですよ、ここでね。で、こう変わるとね、これね、よーくね、この縁とこの縁見るんですよ。そしたらね、この縁はね、きれいに立ってるわけです。左側。見えるでしょ。で、ところがね、ここのところはね、全部ね、その立ってないと、こちら少し流されてください。つまり、大きな円からのエネルギーの流れが、遠心力のために円の外に飛び出し、トンネルの片側にダメージを与えたという。で、しかもここへ来るとね、このままね、だからこちら向きの力があるから、ですからこちらに行かないで、こちらから回り始めるわけです。このままこういうふうにこう回ってぐるりとこう行くでしょ。でぐるぐると行ってね、で一旦こう倒した後に、ね、次のがこうかぶさってる、かぶさってるでしょ。こういうふうにね、かぶさって、それでこのままこう行って、ここの中心で上に上がってるか消えてるかしてる。そして小さな方のサークルについても綿密な調査が行われた。2つを結びつける通路、要するにトンネルはないんだ。ただ強いて言えば、ここのところからね、こちらが最初に始まってね、最初に始まって右回りのが始まって、でここからこう流れて、これがね、それこれ流れて、このままこう右に行こう。だからこちらの方は最初のタッチだから非常に真ん中ダメージ強いけども、こちらはこちらの中心はこれ離れていったところだから、そのダメージは少ないと、こう解釈できるわけです。いたずらなどではなく、何らかのエネルギーの流れによってサークルが作られたということが科学者によって確認されたのだった。調査団の目の前の畑にミステリーサークルが出現した。大月教授をはじめプロジェクトのメンバーはさらに活気づき、徹夜の監視が何日も続いた。7月1日の深夜、再び深い霧が発生。時が経つにつれ気圧も下がってきた。高感度暗視カメラの視界はどんどん狭まっていった。そしてその翌朝、暗視カメラの向けられた方向にミステリーサークルが出現したという知らせが入ったのだった。大月教授、そして木曜スペシャル取材班は直ちにミステリーサークル発生現場へと向かった。そのサークルが発見された場所の地名は分かりますでしょうか。はい、地名が分かります。これはオートンバーンズってところです。オートンバーンズ。オルトンバーンズは去年この奇怪なサークルが出現した場所だ。その同じ場所に再び巨大なサークルが出現したという。あっち、できるよ。やがてそのサークルが見えてきた。発見されて間がなく、人はまだ入っていないようだ。サークルは非現実的な美しさで我々を圧倒した。ね、単なるサークルとかリビングないわけで、今の自然科学で。だけど あれだけ複雑なものはそれは難しい。その我々のプラズマ の理論でも、実験でもそれは難しい。それからナノバースト説なんかでも難しい。地元のマスコミも駆けつけてきて一斉にカメラを向けている。果たしてこの美しいサークルの中で何が待ち構えているのか。今ミングさんと2人で、入ってきます。まだほとんど誰も入ってない、数人がちょっと入っただけのとこですから。去年とほぼ同じ位置に現れたミステリーサークル、大月教授とミーデン博士は流行る気持ちを抑えながらサークルに向かった。腰ほどもある麦をかき分けて、2人はようやくその不思議な形のそばに立った。どうですかこれ。ああすごいですね。我々が最初に見たのはこのサークルの中心部分にある巨大な円形だった。それは激しく渦巻いていた。一方の端には直径およそ5メートルほどのリング状のサークルがトンネルに貫かれており、そのトンネルは非常に細長く、機械ででも作ったようにまっすぐ伸びて、もう一方のシンプルなサークルに到達していた。全長およそ100メートル、3つの円が直線で貫かれた
美しいミステリーサークルである。よく見ると小さな円が2つバランスよく配置されている。慣性があるんですよ。慣性というのは勢いですね。あのね、こういうふうにこう曲がろうとするときにね、あのなるべくこうまっすぐに行こうとする力も同時にあるわけです。ですから曲がってはいるんだけどね、ところどころこういうふうにこの外側にね、こういうふうに吹き流され、これ見てください、これこういうふうにね、こう外側に吹き流されます、こういうふうにね。ところが内側を見ますとね、この内側というのは慣性は外側に働きますから、内側にはめり込まないわけです。そしてさらにこのサークルに関してとても人間技ではできないということを証明する驚くべき発見があった。普通麦畑の中に人間が一人でも入ると麦が隙間なく植えられているため、このようにはっきりと消すことのできない跡を残してしまう。ところがこのオルトン・バーンズのサークルには、現場に来てみるとですね、あのどんなにこれが奇妙であってもいたずらじゃないと、そういうことははっきりします。例えばこれを見てください。ここ小さい円があのできてますが、この小さい円に誰がどうやっていたずらで入ったかと、誰も入った形跡は全くありません。クレーン車であの道路からあのここまで来るんだとすれば、これは500メートル以上、場合によっては1キロ近くあると、これを入ることはできませんから、全くこんないたずらは誰もできないと。美しい渦を描く中央のサークルには中心が2つあることが分かった。またトラムラインに接した小さなサークルも人間技とは思えない渦を描いていたのである。なるほどね。このミステリーサークルに挑んでみました、はい。7月が過ぎ、8月になっても奇怪な形をしたミステリーサークルはイギリス各地に次々と出現していた。8月8日、ウィルトシャー州オルトンバーンズ近くのアダムスグレーブ。我々木曜スペシャルのミステリーサークル取材班はサークル出現の謎に迫るべく、この丘に独自の監視基地を置くことにした。麓の麦畑には1ヶ月前に巨大なミステリーサークルが出現している。この監視チームは日英の合同スタッフによって構成されており、日本側木曜スペシャルのスタッフは6名である。そしてコーリン・アンドリュースをはじめとするサークル研究家および十数名のボランティアがイギリス側のメンバーである。徹夜の監視となるため、きちんとしたローテーションを組む必要がある。日本から持ち込まれた高画質の超高感度暗視カメラには、さらに感度を増幅する増感アダプターが取り付けられた。夜間撮影に威力を発揮するこの日本製のカメラは、今回の監視チームの切り札的存在となるものである。そしてこのイスラエル製の赤外線カメラは、闇の世界を真昼のような明るさで映し出すことができるのだ。赤外線カメラが狙う闇を目には見えない光で照らし出す赤外線ライト。さらにツインディーと呼ばれるこのカメラは、軍用の暗視望遠鏡に小型カメラを接続したものだ。またおなじみのナイトホークも用意された。以上4種類、合計6台の特殊カメラが基地の麓に広がる麦畑を狙う。日英合同の監視チームにいよいよ最初の夜が訪れる。監視モニターのスイッチが入れられた。この瞬間から6台のカメラに接続されたビデオテープが一晩中回り続けて、夜の麦畑で起こる全てが記録されていくのである。コーリー・アンドリュースはスタッフにカメラの向きを指示している。高感度暗視カメラが捉えた闇の世界、増感アダプターのせいでその映像は緑色を帯びる。赤外線カメラが映し出すのはモノクロの映像ではあるが、闇の中の畑のトラムラインをはっきりと捉える。望遠暗視カメラは遠くの木立、さらに畑を流れるヨギリすら手の届きそうな距離感で映し出してくれている。暗視カメラナイトホークは最も広い地域をモニターに映し出す。
こうして木曜スペシャルサークル調査プロジェクトは順調にスタートしたのだった。果たしてミステリーサークルはその出現の瞬間を我々の目の前に見せてくれるであろうか。去年もイギリスではミステリーサークル出現の謎を解明するためにブラックバードと名付けられた大規模調査プロジェクトが展開されたのである。がしかしプロジェクトチームの目の前に出現したのはこのようないたずらによる偽物であった。このこと以来サークルは人間が作ったものだという説が一般化してしまったのである。しかし果たして人間にサークルが作れるのだろうか。いろいろな説がある中でやはりいたずら説というのは未だに根強く残っています。そんな場合必ず言われるのがこういった道路から、畑の真ん中のサークルまでの間に人間が踏み入った足跡があるというふうに言われるわけです。そこで今回我々は農家にあるこういったクレーンをお借りしまして畑の真ん中に突然サークルを作ってみようじゃないか、これがどういうふうに出来上がるかという実験をこれから行ってみたいと思います。我々が計画したサークルは直径4メートルの2つの円形サークルをトンネルでつなぎ、ボックス型のサークルと三角形のサークルをも配置するというものであった。いよいよ木曜スペシャルのスタッフによる偽サークル作りが開始された。クレーンのアームが伸びてスタッフを麦畑の中央へと渡し入れる。これで麦畑に人間が踏み込んだ足跡は残らないはずである。続いて円形のサークルの基盤となるリングを畑に入れる。この時リングを転がした跡が畑に残らないように十分に注意するのは無論のことである。それで置いて端っこをそっちに合わせて、そして応援部隊が同じくクレーンに乗って麦畑に運ばれる。まずサークルの外側の部分を作る。リングを持った4人が麦を同一方向に踏み倒していく。今回リングを使用したのは中心部に棒などを立てた痕跡を残さずに正確な円形を作るためであった。だが本物らしく麦を倒しながら正確に円を形作っていくのはなかなか難しい。三角形のサークルを作るために型を持ったスタッフが畑に飛び込んだが、足跡をつけないようにサークルを作るのは至難の業だ。最後にできる限り本物に近づけるために修正を施す。倒された麦の重なり合い方も大切な修正ポイントである。6人がかりで2時間かかりました。やっと出来上がったのがこのサークルなんですが、作ってみて一番感じるのは人間の足で踏むとですね、やっぱりこの中の麦がペタッとしてしまうんですよね。上から見るとどんな形に見えるんでしょうか。これが取材班が作った偽サークルである。少々バランスは悪いがかなり本物に近い。取材班はサークルの専門家であるコーリー・アンドリュースとパット・デルガードの2人に検証してもらうことにした。果たして彼らは偽物を見破ることができるだろうか。コーリンとパットは早速検証を開始したが、すぐに人間が入ったことが分かってしまったようだ。最新の注意を払って仕上げたサークルがなぜいとも簡単に見破られてしまったのか。第一に麦に生命力がなく、倒れた麦が全てぐったりしてしまっているからだと彼らは言う。本物のサークルの麦は倒されていても生き生きしている。次に彼らが目をつけたのはサークルの中心部の麦が倒れてしまっていることだった。本物のサークルの巻き上げられた中心部は立っていて手で押しても倒れない。さらに決定的なのは
倒れた麦が編み込まれていなかったことであった。本物のサークルの麦は編み込まれた形で倒れ、渦を描く筋目が見える。ボックス型のサークルに至っては倒れた麦の乱れですぐ偽物と見抜かれてしまった。本物のボックス型サークルは縁の麦がきれいな直線を描いており、角も直角に近い。しかも端の麦はご丁寧にも織り込まれているのである。このサークルの最も大きな特徴は、植物に生命感が全くないということです。まるで濡れたボロ切れですよ。濡れてダランとしています。サークルには非常に高いレベルのエネルギー、そして正確さ、知的な試みといったものが関わっているのです。そして本当のサークルには生物への絶対的な敬意というものが見られます。このカタツムリのような奇怪な形をしたサークルを人間の手で作り上げることはできるのであろうか。人の目に触れず短時間で何十メートルもの正確なものができるのであろうか。この夏、自称アーティストの2人の人物が現れた。さまざまな説が飛び交う中、突如として現れたこの2人は自らの手でサークルを作ったという。彼らはこのように棒を足で踏みながら麦を倒していくという方法で、あの奇怪なサークルを作ったというのだ。しかし、何の目的でこの2人はサークルを作ったのだろうか。私たち2人が1978年から今までサークルを作ってきたんです。サークル作りを楽しんでいたからです。イギリスの田舎で夏に麦畑でサークルを作るのが楽しいんですよ。なぜ私たちが辞める決心をしたかというと、もう年だからです。夏の4ヶ月間サークルを作り続けるにはかなり体力を使うんです。その他の理由を言えば、サークルの調査のために政府に資金援助を頼んだりしだしたからです。私はそれはやりすぎだと思いました。だいたい1年に20個を作りました。いや、もうちょっとだ。25か30個、最高で32個です。彼らがサークルを作るのに使った道具は、麦を倒すための棒と帽子の先につけられた照準を合わせるための針金である。これが2人が短時間で作り上げたサークルである。サークルの専門家はこれを見てどう答えるだろうか。形はしっかりしていますが、耐震性に関してはめちゃくちゃです。内部は荒れていてボロボロでダメージがあります。これから彼らには農民から賠償金の請求が突きつけられるでしょう。なぜなら彼らはサークルを200個作ったと言ってますから。もし彼らが嘘をついていないとしたら、最低その半分の数でもかなりの賠償金を払うことになるでしょう。その後彼らは莫大な賠償金を請求され、これまで200余りのサークルを作ったと言っていたのを20だと訂正するなど不可解な点が多く、彼らの証言を信じる人は少ない。自分たちの売名のための証言だという噂も流れている。何が第一印象かというと、やっぱり汚いです。この世のものが作ったものはやっぱり汚いですね。どんなにやはり手の込んだうまく作ったつもりでも、やはり空から見ると汚い。何が汚いかというと、まず光り方ですね。人間の手で作ることが不可能であるなら、やはり自然現象なのだろうか。私の聞いた中で、おそらく半数以上のケースが何か知性的存在によって導かれて、この美しい複雑なパターンを作り上げているようです。人間でも自然現象でもないとしたら、残るは人間以外の知的生物の可能性である。木曜スペシャルの取材班が監視基地に選んだここオルトンバーンズ一帯は UFO の目撃者が多いことでも知られている。去年もこの周辺で白く光る謎の物体が目撃され、その飛行シーンがホームビデオに収められた。それがこの映像である。そして全く同じ物体が1年後の同じ場所に出現したのだ。その後この物体に関して驚くべき事実が明らかになったのである。
木曜スペシャルの取材班とイギリスのミステリーサークル研究グループによる調査の日々が続いた。超高感度暗視カメラをはじめとする4種類6台の特殊カメラは、一月前に巨大なサークルが出現した麦畑を狙い続けている。だが麦畑には何の変化も起こらなかった。果たしてこの畑に我々が待ち望むミステリーサークルは出現してくれるのであろうか。他の地域からは次々とミステリーサークル出現の報告が入ってくる。その度にサークルの出現した地点を確認していく。広大な麦畑の広がるウィルトシャー州のほんの一部分にしか過ぎないこの監視区域に、果たしてサークルは出現するのであろうか。スタッフの間にかすかな不安がよぎるが、サークルの謎に対する関心は失われることはない。8月14日の早朝、望遠暗視カメラが狙っていた方向にミステリーサークルが出現したという報告が入った。早速取材班はそのサークルへ向かった。サークルが出現した場所はクラットフォードという地域であった。これだ、あれだ、あれだ。この朝出現したミステリーサークルは、今までにないユニークで奇怪な形をしているものであった。昆虫のようでもあり、また見ようによっては人の形にも似ている。そしてこの奇怪なミステリーサークルが出現した場所で、ドイツ人の学生が奇妙な物体をカメラに収めていたのである。 There! There's the thing! A light! それがこの映像である。奇妙な白い物体が浮遊している。この日、この付近には風はなかった。この物体は明らかに自分の意思で飛んでいたのだ。そしてこれと全く同じものが去年ほぼ同じ場所で出現し、ビデオに撮られていた。もう一度今年撮影された映像を見ていただこう。撮影した人によると、この白い物体は何度も姿を消し、その度に同じ方向から出現したという。この絵は同じような物体を目撃した人が描いたものだが、銀色の円盤形をしていたというその姿は UFO をイメージさせる。ミステリーサークルが出現した場所での奇妙な物体の目撃例は数多くある。そこでミステリーサークルには何らかの知的生物が関わっているとみる専門家も多い。例えばこのサークルはトラムラインには平行ではないが、この畑の区画のラインに平行に描かれている。このような事実は知能の存在を意味していると思います。目を持たない気象現象のような自然の力ではできえないものです。果たして知的存在が関わっているのだろうか。もしそうであるのなら、彼らの目的は。ここで今年出現したミステリーサークルをご覧いただこう。注目していただきたいのはサークルの本体の脇に描かれた2つ並びの半円である。ここで取り上げたどのサークルにもこの図形があり、それはいかにも制作者が残したサインのようでもある。サークルはかなり高度な知的生命体によって作られていると思います。その生命体は大変人間的なのです。我々人間は絵を描いたり本を描いたりするときは必ずサインをします。人間的な彼らはそれと同じように小さなサークルや半円をサインとして残しているのです。このミステリーサークルは文様のようでもあり、また文字のようでもある。
彼らはますます複雑なパターンを作り上げていっているようです。それによって何かメッセージでも伝えようとしているかのようです。サークルによってメッセージを伝えようとしている知的存在、それは宇宙人なのだろうか。オーストラリアの UFO 研究家ポール・ノーマン氏は、ここのサークルはオーストラリアのものより複雑で、ピクトグラムと呼ばれるものが多いですね。オーストラリアのサークルは様々な地帯で発見されています。例えばむき出しの土の上とか牧場や牧草地などにもできるんです。とにかく分かっていることは、オーストラリアの場合はある物体が地上に降り、そして飛び立っていく、そこにサークルが残っているということです。 UFO らしき物体がミステリーサークルを作ったという情報を得て、取材班は直ちにノーフォークシャー州グレートヨーマスへ向かった。グレートヨーマスは古くから観光地として栄えた町である。 UFO は町に隣接したこの道路沿いの海岸に出現したというのである。その謎の物体はたまたま海岸を散歩していたアベックによって最初に目撃された。突然海から火の玉のようなものが現れ、回転しながら猛スピードで住宅街の上空へと飛び去っていったのだ。そして海岸の近くに住む少女もその物体を目撃している。17歳の少女ジュリー・パターソンである。彼女が目撃した UFO は空に浮かぶ顔のようなものであったという。その光は丸くて街灯みたいなオレンジ色をしていました。そして円の一番下に線が入っていて、真ん中に3つ丸があって、にっこりしている顔みたいでした。こうしてオレンジ色の顔はやがて畑の中に音もなく沈むように消えていったという。娘に言われて見に行ったんです。向こうの南側の空に大きな赤いとても強い光が見えました。よく見ると赤い光をもう一つの光が囲んでいたんです。それは少しの間空に止まっていたんですが、突然消えてしまったんです。それっきり何も見えませんでした。次の日になって仕事に出かけた時、サークルを見つけたんです。 UFO が着陸したと思われる麦畑にできていたサークルがこれである。サークルの大きさは15メートルくらいであったという。そのサークルの中央部は麦を時計方向になぎ倒して形作られ、それを囲む10個の小サークルの麦は全て逆方向に倒されていた。木曜スペシャル取材班の監視チームは10日目の夜を迎えていた。地元のサークル研究グループが多数参加して肉眼での監視を続ける。風の音以外何の音も聞こえてこない。あ、ミニパンしないとね、外れちゃうよ。コントロールセンターとなっているキャンピングカーの内部には緊張した空気が流れる。そんな時であった。おかしい、こいつに。あれ、消えた。暗視カメラが奇妙な光を捉えたのである。8月18日午前4時、暗視カメラが捉えた奇妙な光がモニターでも確認できた。サークルと関わっているのかもしれない。飛行物体は不安定に上下移動を繰り返す。時々人地上の暗闇から突然上空の光る物体をめがけて光が発せられたのである。それに呼応するように上空の光る物体も輝きを増す。まるで地上と上空で
何者かが光による交信を行っているようにも見える。コーリーは早速近くのウエストドレイト空港に電話をかけ、付近上空の航空機の有無を確認した。空港のレーダーに反応しているのは2機の飛行機で、この地域を飛行しているのはパリ発モントリオール行きの旅客機1機だけであった。そこで管制塔に旅客機などを全て消してもらうように依頼した。やがて旅客機から全てのライトを消したとの連絡が入った。だが旅客機がライトを消したのにもかかわらず、光る物体はますます輝きを増したのだ。航空機でもない何者かが輝きながら飛行しているのである。光る謎の物体は北東から南西へと飛行を続けている。この時の風向きは西から東である。したがって風に流された浮遊物でもない。ではこの光は一体何なのだろう。この発光物体は確かに地上と交信していた。ということは何らかの知能を持った存在がこの物体に関わっていると考えられるのだが、やがて夜が明け、スタッフは謎の飛行物体が消えていった方向を確認した。その後、奇妙な情報が舞い込んできた。ハンガーフォードという町にその朝ミステリーサークルが出現したというのである。ハンガーフォードとはプロジェクトの北東に位置し、あの怪光物体が出現した方向にある。怪光物体はまさにこの矢印の方向に飛んでいたのだ。これがそのハンガーフォードのミステリーサークルである。その形は取材班が一度も見たことのない奇怪なものであった。今年もまた借り入れとともに消えていったミステリーサークル、その謎は解決されずに残された。自然現象なのか、知的生物の仕業なのか、その奇怪な姿はその両方の説をも拒絶してまた再び姿を消していったのである。長時間になったんですけど、また次回お会いしたいと思います。この世界の片隅でかすかに呼吸する古代人の魂、遥か遠い宇宙空間からやってきた見知らぬ世界の住人たち、決して出会うはずのない彼らの姿を見てしまうことがある。何かの間違いで決して開かれることのなかった扉がほんの少し開いてしまうことがある。